冬場は猫を抱いてるのが一番あったかい。ブヒブヒロゼ。わお。ついこの前ヤリイカの池作りをやりましたということで、まあヤリイカっていうのは結構イカの中では比較的さばきやすい方で、シュンシュクシュンシュクシュンやったらできるやつなのね。今回俺はね、このアオリイカの池作りをしていきたいと思います。で今回はね、こちらのアオリイカでございます。幅が大きすぎて生けすの中に入んなかったということで、このままね、袋から出してさばいていく、さばいていく。生け作りに大事なのは素早くやるかがもう勝負なので、基本的に盛り付けの準備をもう事前にしておくと。お皿の間どの位置に置くかとかもいろいろ考えなきゃいけないので、そこら辺を考慮してやっていく。イカをね、出します。あ、間違えた、出していく。こちらがアオリイカ。これね、上手にやんないとね、水がブワーいくからね。うわ、うわ、うわ、はい、このままいきます。うわ、元気がいいうちに。うわお、うわお、めっちゃ元気いいな。ちょっとね、見ての通り包丁の入れ方ちょっと失敗したかなと思ったんだけど、まあそこはね、気合でなんとかなるかなと思ってね、気合で引っ張ります。内臓を取り出して、まだちょっとね、生きてるので、で、内臓のところを取り出し、この時ね、アオリイカ結構墨が出るので注意。まだ生きてるよ、生きてるよ。うわ、すごっ。うわ、めっちゃヒクヒクいってる。やっぱりアオリは、やっぱり熱いからな。まだね、身がね、ヒクヒクいってるので、もう皮とエンペラーの部分を、取ってしまうと。ちょっと話は脱線しちゃうんだけども、最近この魚介の仕入れの様子をインスタライブでね、放送することに、なりましたということで、皆さんぜひぜひインスタの方フォローしてください。骨を取って中の綿のところを、職人っぽい動きでこう切っていく。そしたら職人っぽい見た目になるでしょう。ほら、職人っぽいいい感じ。めっちゃヒクヒクなってる。今回は上手にいけるかな。アオリイカの身は結構ね、分厚いから、大変だけども、まあ慣れたらこう美味しくいい身ができてしまうよ。盛り付けはね、動いてる頭を乗っけて白い身を乗っけて完成。ということで、できました。アオリイカの池作り、すごいよ。まだほら、吸盤が生きてる。ほら、やばい。いただきます。アオリイカ結構分厚いから、肉厚な感じと口の中でヒクヒク言うあの感じ、絶対ね、こうみんななんかこういろいろ言うけども、でもね、一回食ったら絶対にそんなこと言えなくなるぐらいうまい。くちばしがヒクヒクいってる。わかる、わかりづらいな。ん？ああ、口の中にヒクヒク。今回は元気のいいアオリイカでした。見てくれてありがとうございました。うまそう。アオリイカやべえと思ったらぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。